なんとか高原なんとかなんとか。わあ、いい。いただきます。どうぞ。品川から新幹線で名古屋に帰ります。はい、名古屋駅に着きました。ここでメインキャストをピックアップしたいと思います。まだいない、下にいるのかな、下にいるのか、どこにいるのかわからないので、東京から来たミスタータテをどこかでピックアップしたいと思います。せい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 、お疲れ様です。いましたよ。あ、東京バナナ土産ちょっと買ってけばよかった。東京土産的な。おはようございます。合流しました。行きましょう。金山駅。そしてもう一人のメインキャストをピックアップしに。そう、ピックアップされるんだけど僕らが。確かに。される側ですか。あれがスターバックスじゃないですか、噂の。初めて見ました、スターバックス。嘘つけ。さあ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 。いや、この辺にいるんじゃないですか、もしかしたら。そうですね、はい、こんな自撮りしてるやついないんで。あのさ、ワンちゃんまだ寝ちゃってる説も寝ちゃってる。ちょっと待ってるうち寝ちゃったとかも、ね、やりかねないですか、ね、いやいや、ありえるから、ありえますからね。多分でっかい車に乗って現れると思いますけど、ね、あれは違うんすか、あれは違うか、聞かして。あら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 、向けられてる向けられてる。みんなで取り合ってる、もうなんか。はじめまして。どうもです。言うてもどうもお疲れ様です。バッグかぶりです。バッグかぶりです。はい、完全にバッグかぶり。はじめまして。どうもです。こちらがビート大先生でございます。ジャンボ。あー、最高です。最高です。どうもです。皆さん、はい、お元気、お元気、元気です。はい、元気ですよ、おかげさまで。はい、ありがとう。つまらないものですが、もうつまらないものですが、これのおかげで切符落としてますからね、一回タテさん。そうそう危なかった。いやいや、じゃあ行きますか、もう早速行きましょう。はい、ダニエル・シェファー。はい、キャンプ場にやってまいりました。今ビート先生がつけてくれてます。火起こしてますから。はい、火起こしてくれてます。待っとってね、今日ここで。あ、お米炊けるんですか。一応メスティーを持ってきた。これかやってましたね、バリ取ってましたね。そうそう、バリ取ってた。はい、ということで今日はこのままキャンプデイキャンしていきたいと思います。雨が多分3時とかに降ると思うんで、今が11時20分。3時間、3時間半。がっつりやっていきたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。こちら、黒毛和牛。あ、ちゃんと前面に塩振ってのところに、カッコで堀西って書いてある。堀西。すごい。全面焼くホイル、10分程度。あ、違う。あ、ごめん。さあ、気づいて、やばい、ビニール燃えてると思ったら、ストンって飛んだっていう。取れてた。え、わかんない、ちょっと回してが。今日はこちらのアウトドアスパイス、堀西を持参したんで。わざわざ持ってきて、ちなみに俺も持ってきてるのよ。これだけは忘れないように握りしめてきましたね。そうそうそう、無意味に持ってこいというギリギリで。スマホどこ行ったか分かんなくなったけど、掘りにしようか。掘りにしだけは掘りにしだけは場所覚えてる。おいっす。わぁ、このまま。ああ、そのまま。うわぁ、いい。目にめちゃくちゃ煙がしみる。いいっすね。あ、1、あ、え、大丈夫これ。いや、
なんか変形してきてる。変形してきてる。なんでさ、なんでさ、ちょっと待ちよ。あ、燃えちゃった。なんでさ、燃えちゃうってまたあんの？嘘。どういうこと？火が強すぎて。ってことですか？雑。だからもう一個あるから。あ、もう一個ある。危ねえ。危ねえ。もう一個無駄にしたけど、まあ。よかったっすね、二個目やって。ありがとうございます、ナイトさん。穴開いた。危ねえ。え、お肉どうすか？お肉ちょっとチェックしましょう。アルミホイルの。チェック入れてみますわ。いいっす。かなりいい感じですね。かなりいい感じ。じゃあアルミいきます。いきましょう。じゃあ乗っけていいっすか。待ちこい。よし、これほら、あ、待って、くさ、よしよしよし、これを、おいっす、来ました、包みます。はい、いいっすね。包みました。はい。いい顔。いい顔された。これで10分間ですから、はい、12時5分。はい、了解です。これは多分まだまだまだかかりますよね。まだもうちょいですね。ちょっとじわじわといきましょう。やっていきましょう。メインのお肉、メインのお肉いきましょう。はい、じゃあ1、2。いいっすね。うわー、いいっすね。あー、いいじゃん、いいじゃん。わー、いい。行きましょう。来ました。うまい。え、なんか思ったよりワイルドな味してます。わ、なに、鶏臭い？いやいや、全然そういうことじゃなくて、炭火の香りっていうか。あー、ほんと、いい感じ。なんかオリーブオイルなんで全然違うのかなと思ったら、いい感じにお肉も柔らかくてめちゃくちゃうまいです。食べます？いただきます。いただきます。僕が声が変わります。その流れが来ると思う。コメント、みんなコメントもいけるんやな、さすがやね。これナイフで切った方がいいかもしれない。はい、あ、はい、うん、では食ってるじゃないですか。では、おいでーす。はーい、乾杯。いっすいっす。雰囲気だよ。でもうまいっすね。雰囲気でうまい。だいぶ食べましたね。嵐に荒らしました。Not anything or anyone will hold us back. No matter what the cost. さあさあさあ、片付け終わりました。撮ってますよ、こっちは。バーベキュー、電気キャンプ。バッチリですね。バッチリですね。帰りましょう。はい、帰りましょう。片付けも終わりました。はい、ということで、あ、すごい雨、めちゃくちゃに降ってる。もうすっかり撮り忘れてる。多分内容がすごい薄い感じになってるかもしれないですけど、まあ、みんなで楽しくやりまして、もう今から、名古屋に戻ります。はい、ました。素材は共有しましょう。はい、そうですね。はい、多分フレームレートが全然違うんですけど。ああ、まあ雰囲気で違う人で。はい、はい、おはようございます。おはようございますじゃない、さっきね、ビートさんと、タテさんと別れて、で一旦ね、宿に戻って、僕はね、動画編集をしたんですけども、まあ動画編集時間もらって、その後ちょっとね、ちょっとだけご飯食べに行こうって話をしてたので、今から行ってきます。でも僕ね、あの動画編集してたのでちょっと遅れ気味で、もうタテさんとビート先生は飲んでると思いますので、そこに合流しに行きたいと思います。行ってきます。
せいせい行きましょう。で、僕らの作戦としては、はい、まあ、そういうお店がいっぱいあるところから、まあ、歩きながらここかなって見て空いてればもう入っちゃう。それでいいと思います。合流しました。お待たせいたしました。行きましょう。ようやく今編集作業終わったみたいなので2時間で完成したらしいです。頑張りましたマジで。まあちょっと手抜いちゃったけど。まあ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 、まあ、ありがとうございます。忙しい。いえいえ、じゃあお待たせしました。お疲れ様です。いいっす。最後ね、自撮りするこうやって飲むのがさすが V ロガーですから。V ロガーやっぱりね、そこ大事ですか。名古屋の夜でございます。楽しいですね。なんかあの、まさかの、いい気分になってきた、いい気分になってきた。楽しい。V ロがこれなんですね。大事です。あのオールドスクールスタイルね。ぶさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またどっかで会いましょう。いや本当に。関東で。関東行きましょう。はい。ビートナイト東京行く。東京に行く。V ログにします。いや最高ですね。危ない人だった。あ、すみません。よし、帰りましょう。ウィスまた。遊びましょう。おはようございました。ちゃんとトランジションコールした。さあ、お疲れ様です。ありがとうございます。おはようございます。いい夜だった。いい夜でしたね。じゃあ戻りましょう。